抽染染めっていう、浴衣や手ぬぐいを染める染め方で染める、それとあと機械で、旅館の浴衣なんかを染める仕事で、それに付随して、最後の仕上げるところ、それと生地を無地を染めたりさらしをしたりという前工程の仕事っていうところも一貫生産できるような工場になっています。気候っていうので考えると、最初にその綿花、綿を栽培したっていうのが始まりなんです。だから最初は綿を作っていた、綿花を作っていた農家の人たちが内職で機織りを始めた。で、機織りを始めて生地がたくさんできるようになりました。それでこの辺の遠州産地っていう織物や染め物のその一大産地が出来上がったんです。昔からその色に関しては、その高野の職人のセンスっていうのが出てくるんで、染める職人のセンスなんです。だからあのどこどこ線香で染めた抽染とどこどこ線香で染めた抽染っていうのは割と分かるんですよ。子供のうちはやっぱこういう工場の中ってこう生地も置いてあったり干してあったりして、だからこれでターザンごっことか、これで生地の間に隠れてかくれんぼとか、そんなんやってよく怒られてましたけど、どっちかっていうとちっちゃい頃からあんたはもうこの仕事をする子だからっていう育てられ方をしてたような気がしますね。うちは割と染め物好きな連中が多いんで、自分の知識を、染め物の知識を伸ばそうとする人間がたくさんいるから、そういう意味でいくと、その自分の知らないことも、ああなんだあいつはあんなこと知ってんのか、こういう知ってんのかっていうふうにいろいろこう、なんていうんでしょう、全体の知識が上がっていくっていう、私は大学今卒業したばっか で大学が美大だったんですけど、デザインしてそこから工場さんにそのアイディアを持ってって、手を動かしてるのはやっぱりその工場さんなので、私はなんかものづくりをしたいって思った時に、デザインでアイディアだけ考えてそのままポンっていうのはすごく自分で納得できなくて、それで手を動かすのも好きなんで、最後まで考えたアイディアを型にするまで自分で関わりたいと思ってこの仕事を選びました。なんか物がすごく重くて、全部の物が重くって火傷もしてなんかちょっと大変なんですけど、まあ、ちょっと運動もやってたんで多分大丈夫かなって感じで、すごいお腹が空きます。今水も取って染め上がったものを洗う仕事と、あと板場で使う糊を作ってます。自分の場合は人がいないところに入るっていうような部分も多いですけど、基本的にはこの仕事は板場、板場、こうやこうやっていう形で分業制になってます。今のままっていうよりか、それよりかよりいいものは作りたいなとは思ってますし、教わってる下にいる一之瀬さんもベテランなんで、いろいろ教えてくれたりとかして、今まであれって思ってたことをスッてやっちゃうんで、それを吸収するのもまたやっぱそうですね。板場がと言われているポジションがまず糊をつけます。そこの糊をつけたものをこうやって言われている俺たちが染めるという、そうですね。だからその後に水元とかそういう人が後ろに控えているんですけれども、技術的には多分一通りやれば大体覚えてしまえると思います、 2,3 年で。ただそれをそのどの色にするかとか、そういう目を鍛えるのは10年ぐらいからなんですね。ぼかしっていう技術がありまして、それで例えば赤って言われた時に3種類ぐらい染料が違う、性質が違う染料があるので、じゃあどれの赤にしようかとか、そういうことを考えられるかどうかというのがですね、難しいなと。一発では決まんないですよね。なんでそこを2回3回取るときに時間をかけないで、時間の許す限り
やり込めるかどうかがやっぱり腕なんじゃないですかね。見てもらったりとか関わる人たちですごい服だとすごく距離感が近いんで、そういう身につけられるものとして自分で最終的に柄とかを考えてものにしたいっていうのはまだ始まったばっかなんですけど、ちょっと頑張って作りたいなっていうのはあります。やっぱり外に出てこれ人が買ったのを見て自分が染めたのを見た時に恥ずかしくない仕事を自分は、はい、いつ見て見た時にもあこれ俺が染めたんだって言えるような仕事はしたいなと思います。そうですね、充実さ半分、なんだろう、あれこれ考えてやらなきゃいけないっていう悩み半分みたいな、まあ、社長のようにいろいろ覚えていかなきゃいけないこともあるし、現場での技術力も上げなきゃいけないし、まあぼちぼち頑張る。いや僕が思うのは伸ばすつもりでやらなきゃダメだと思ってます、ええ、なら現状でじゃなくて、でじゃあ今言うじゃあ50年後、まあ近未来的には2年後3年後的なところもこう前を読んで、ええ、伸ばしていこうという気持ちを持っていかないとダメかなと、ええ、だからなんでこういう着心地感がいいんだろうと、で なんでだろうと思った時に晒しの仕方がいいとか仕上げの仕方がいいっていうその着心地の良さっていうのはそのどこにあるのかっていうところもこう少しずつ突き詰めていけるようなこう探求心がないとダメだっていうことですね。一回袖を通してもらうと着心地の良さが分かるんですが、この抽選で染めたその生地にダメージを与えていない生地なんだ、この天日乾燥もその綿が一番いい感じで乾いていくんでね、着ると分かるんですよ。